独学受験勉強マニュアルといった感じで、参考書の活用法や模試の活用法、こういう勘どころって意外と誰も教えてくれない。皆さんこんにちは、みおりんです。ちょっとまた声がおかしくてすいません。またもや風邪をひいてしまってですね、なんかしょっちゅうそんなこと言ってる気がするんですけど、ちょっと声がおかしいのは申し訳ありません。今日はですね、こちらの私の新しい本が出たので、これの中身をご紹介していきたいと思います。7冊目のみおりん本になりますね。9月21日に発売されたばかりの本なんですが、今回はこの本の内容とこんな人におすすめだよというのをお話ししていきたいと思います。本自体はですね、全国の本屋さん、書店さんとか、あとまあ Amazon とか楽天とかでも購入することができます。私この間ね、家の近くの本屋さんに行ったらね、これが置いてあって、うちの近くの本屋さんですね、いくつか本屋さんあるんですけど、どこも学習参考書があんまり置いていない小さな本屋さんなんですね。だけどこの本置いてあって、すごくね、嬉しかったです。先にこの本がどんな人におすすめか言っちゃうと、目指している大学があるけど今はまだ実力が足りないという人、受験勉強の基本を知りたい人、5教科の勉強法で悩んでいる人、受験勉強中のメンタルやモチベーションに悩んでいる人、塾や予備校に通わずに大学受験をしようと思っている人、受験に詳しい人や受験の情報が身近に少ない人、こんな人にはね、必ず役に立てていただける内容になっています。なのでぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで本についてご紹介します。まずタイトルは、大学合格を引き寄せる東大卒が教える逆転おうち勉強法というものです。タイトルにある通りですね、大学受験の勉強法の本です。以前の動画でもちょっとお話ししたんですけど、私もともと自宅浪人で東大に合格したという経緯があって、でその経験をもとに発信をブログで始めたのが最初のきっかけというか、この活動の始まりなんですね。だから卓浪の勉強法とか大学受験の勉強法というのをもともと発信していたんですけど、そこからねちょっと派生して中学生の勉強法とか高校生の普段の勉強法とかを発信することが増えていて、実は大学受験を正面から扱った本っていうのは今回が初めてです。なので私自身の持てるもの全てを詰め込んだし、この本がね発売できることになって、私自身すごく嬉しいです。ちょっとどういう本なのかご紹介していきますね。この本一言で言うと、 E 判定や低偏差値からでも志望大学に逆転合格をするための独学受験勉強マニュアルといった感じです。いくつか意味を込めてるんですが、まず逆転っていうところですね、逆転合格というのを扱っています。逆転合格はここにも書いてるんですけど、この本ではですね、E 判定とか D 判定とか、あとすごく偏差値が低いとか、要は今の実力は全然志望校に足りていないんだけど、だけど勉強頑張って実力を上げて最終的に志望校に合格するという意味を込めています。まさにね、私自身もともと E 判定とか良くて D 判定とかばっかりで、で現金の時はね大差で実際東大に落ちてしまったんですが、浪人してる時はねもう頑張ってなんとか成績を上げて逆転合格という風にリベンジすることができたので、その経験をもとにねどうやったらいいかっていうのを書いています。であとこのおうち勉強法というところですね、これはもう独学でも合格できる方法ということですね。先ほど話した通り、私は自宅浪人、卓浪というのをして、まあ、要は独学で東大に合格したわけですが、その時にやっていた方法というのを、まあ、おうち勉強法という形で詳しくお話をしています。ただもちろん塾とか予備校に通ってる人もいると思うんですね。基本的に塾に行ってても行ってなくても使える内容になっているので、大学受験を目指す人であれば誰にでも役に立つ内容かなと思います。で実際の中身をご紹介していきたいと思います。この本全部でですね5章になっています。章の内容としてはこんな感じです。最初心構えから始まって、高校3年間の時期別の勉強法、そして独学でも合格できる正しい勉強法で、教科別のお悩み解決勉強法で、最後に最強のモチベアップメンタル術ということになっています。ちょっとそれぞれ詳しくご紹介しますね。まず第1章なんですが、受験勉強の前の心構えということで、まず大学合格を目指す人がどういう風に気持ちを持っていけばいいのか、どういうことを知っておけばいいのかということを書いています。まずね、私が独学で東大に合格できた理由っていうのを3つにまとめてお話ししていたりとか、逆転合格に必要な3つの力というのもお話ししています。具体的には、情報収集力、見通し力、ご機嫌力の3つなんですが、これをね詳しくどういうことなのかというのをお話をしています。あとは、合格する受験生が決して言ってはいけない言葉だったりとか、そういったものも書いているので、まずはこういう風に考えればいいんだっていうことをね、すごく少ないページなので軽く読めるので、ぜひしっかり押さえてもらえると嬉しいです。そして第2章はですね、これがねかなりよくご質問いただく内容ではあるんですが、高校3年間の時期別勉強法ということで、いつまでに何をしたらいいのかっていうのがわからないと受験勉強大変じゃないですか。
ですか。で、実際中学生高校生の子たちから今例えば高1なんですけど何をしておけばいいですかとか、高2なんですけど何を勉強すれば受験いけますかみたいな質問よくいただくんですね。なのでそれをこんな感じでロードマップにまとめるということをしています。まあ、ここはロードマップでずっとしてまとめていて、この次のページからそれぞれめちゃくちゃ詳しく書いているので、あ、高1だったらこういうことすればいいんだとか、高2だったらこういうことすればいいんだとかね。で、高3に関してはさらに詳しく細かく分けていて、高3はですね、1学期にやるべきこと、夏休みにやるべきこと、2学期にやるべきこと、冬休みから共通テスト前にやるべきこと、共通テスト後から二次試験個別試験前にやるべきこと、それから受験1週間前から2、3日前までにやるべきこと、受験前日にやるべきこと、受験当日にやるべきこと、受験終了後から合格発表前の心構え、合格発表の後の心構えと、10個ぐらいのシチュエーションとか時期に応じてこんなことしてくださいっていうのが詳しく書かれているんですね。で、試験当日の持ち物リストなどもあるので具体的に参考にしていただけるかなと思います。どれもね、私自身の経験をもとに書いているのできっと役に立ってくれるんじゃないかなって思います。そして第3章は独学でも合格できる正しい勉強法ということで、まあ、もちろん塾に行ってても行ってなくても必要な受験勉強術みたいなのを網羅的に解説しています。例えば学校の授業の活用法だったりとか、定期テストの活用法だったり、と勉強計画の立て方もね、それなりに詳しく書いています。トゥードゥーリストはこんな感じで作ったらいいよとか、実際に私が書いていた年間勉強計画とか、実際に私が使っていたデイリー計画のカレンダーの図だったりとか、こういったものも載せています。あとは勉強記録の付け方も書いていて、今回ね、初めてお店というか本に載せたのはここですね。高校1年生からかな、やっている勉強時間の記録をつけていた日々の手帳の写真を載せました。あとはこれ何回かご紹介してますが、浪人時代につけていた勉強記録の写真とか、あとは独学勉強には欠かせない参考書の活用法や、あと模試の活用法ですね。これ本当に大事です。過去に動画いくつか出していますが、もう模試はね、本当に活用をしっかり、もうね、骨の髄まで喋り尽くすみたいな、なんか言葉悪いけどなんか本当にね、めちゃくちゃ活用することで私は浪人時代成績が一気に上がったと感じているので、じゃあ具体的にどういう勉強をしたらいいのかとか、あとどんな模試を受ければいいのか、この模試の受けるプランとかっていうのも書いているので、これはね、ぜひここだけでも読んでほしいなっていうくらいです。あんまりここまで模試について詳しく書いている本はそこまでないのではないかと私は思っています。多分模試のね、振り返りの仕方とかも実際の私の使っていたノートや紙付きでご説明してます。で、模試と合わせて大事な過去問の活用法もお話ししていて、そのいつからやったらいいのとか、何年分解いたらいいのって皆さん疑問に思うと思うんですけど、それもね、私の実際の例とかを載せています。そして第4章は教科別のお悩み解決勉強法ということで、これも他の本には私ほとんど書いていないようなことばかり書いてます。もう初出し情報が結構ありますね。と英語、数学、国語、理科、社会の順番で載せていて、それぞれどういう構成になっているかというと、まずはちょっと英語を例に説明すると、英語の基本の勉強法というのはまず載っています。基本的にまず、例えばね、英語だったらもう単語と文法が一番ベースに、これをやらないとどうにもならないんですね。で、こういう勘どころって意外と誰も教えてくれないことがあるというか、まあ英語ぐらいだったらもしかしたら教えてくれるかもしれないけど、こういうここを知っておけばこの後の勉強めちゃくちゃ楽になるし効率よくなるよねっていうポイントを、まあ2つから3つほどですね、各教科についてご紹介しています。で、次が普段の予習復習のやり方、まあ授業の前後にやるべきことということですね。例えば英語だったらこんな感じでノート作るよみたいなの、これ何度かご紹介したことある方法でもありますが、詳しく解説をしています。そしてそれからテスト勉強のやり方ですね。普段の勉強法プラス今度はテスト勉強どうやるかっていうのも詳しく書いています。そして今回の目玉としてはこちらですね。その後に各教科のお悩み Q&A がついています。で、例えば英単語が覚えられないって人はどうしたらいいかとか、英単語をせっかく覚えてもすぐに忘れてしまうとか、こういうよくあるお悩み、実際にフォロワーさんにアンケートを取ってどんなお悩みが多いかっていうのを募集したんですね。で、それに私が一つずつ詳しく答えています。ちょっとこれ Q&A だけ全部言っちゃいますね。自分が気になる Q&A があったらぜひ読んでみてほしいです。まず英語は英単語が覚えられない、英単語をせっかく覚えてもすぐに忘れてしまう、英文法の勉強法がわからない、リスニングで点数が取れない、何を言っているのかわからない、英作文で点数が取れない、どうすればパッといい表現が浮かぶのかわからない、長文で点数が取れない、文章を早く読むことができないというのが英語です。続いて数学は公式が覚えられない、公式を覚えても使いこなせない、問題を見てもどの公式を使えばいいかわからない、
基礎はできても応用問題になると解けない。計算ミス、ケアレスミスをしてしまう。続いて国語は、原告、現代文の解き方がわからない。つい感覚で解いてしまう。古文単語が覚えられない。古典文法の勉強法がわからない。漢文句形の勉強法がわからない。そして理科は、公式が覚えられない。公式の意味が理解できない。化学反応式が覚えられない。用語が覚えられない。最後、社会は、用語、特にカタカナの用語が覚えられない。用語を覚えてもその説明ができない。国名や都市名とその場所が覚えられない。歴史の流れが覚えられない。出来事を起こった順に並べることができない。という、かなりね、いろんな質問、お悩みにお答えをしています。本当によくあるお悩みばかり集めたので、きっと当てはまる人も多いんじゃないかなと思います。ちなみにその部分だけね、こういう風に爪がついているので、例えば、英語だったら、あ、ここだな、みたいな感じで分かるようになってます。そして、5章はですね、最強のモチベアップメンタル術ということで、受験生の皆さんの多くが悩むであろう、モチベーションの維持とか、メンタルのコントロールについてお話をしています。これちょっとこの間の動画で少しご紹介したんですが、これもよくあるお悩みに私が答える形というか、それについて詳しくそれぞれまとめるっていう形をとっています。載ってるもの全部言いますね。まずは、何のために頑張っているか分からなくなってしまったら、志望校を下げようかと弱気になってしまった時は、やる気が出ない、続かない時は、気が散って勉強できない時は、集中できない自分を責めてしまう時は、スマホと上手に付き合うには、テストや模試の結果が悪くて落ち込んでしまう時は、受験の不安やプレッシャーに押しつぶされそうな時は、ということで、これもね、よくいただくお悩みにお答えする形になっています。あと、コラムが3つ入ってるんですが、これもね、ぜひ読んでほしくて、1つ目は、不合格が分かった日に、私が思ったことをやったことということで、悪い方のイメトレに使ってほしくて、この部分は。現役の時の受験で東大落ちてしまいまして、で、合格掲示板に自分の番号がないという状態を目の当たりにしてですね、どう思ったのか、その日のうちとか、その次の日までにやったことっていうのを詳しく書いてます。で、これを読んで、こうならないように頑張ろうっていう風な力にしてほしいなっていうのがまず一つと、あとは逆にですね、合格が分かった日に私が思ったことやったことっていうコラムもついてます。これはいい方のイメトレに活用していただきたくて、合格するとこんなことが起きる、合格発表当日ってこんな感じだよっていうのをできるだけ詳しく書いたので、自分もねちょっと合格した受験生になったような気持ちで読んでいただいて、もうイメージトレーニングも自己暗示とかね、イメージってすっごく大事なので、こうなるように頑張ろうっていう風な参考にしていただけると嬉しいです。で、もう一個のコラムは、恋愛についてなんですけど、浪人中に大失恋をしてしまった私が立ち直るためにやったことということで、何度かね、お話ししてますが、私浪人中の6月末か7月くらいにですね、2年間付き合ってた彼氏に振られてしまって、まあ、卓郎だし、で、向こうはね、現役で東大に受かってたりとかして、なかなかのしんどい時期を過ごしたんですけど、それをどういう風に乗り越えたのか、まあ、今思えば全然もうなんか、今もう全く連絡も取ってないし、もう全くもう知ったこっちゃないみたいな、感じなんですけど、当時は初めて好きになった人だし、初めて長く付き合った人だから、もう本当にしんどくって。で、そういう時どういう風にしてたかっていうのを詳しく書いたので、たまにね、恋愛でちょっと受験勉強うまくいかなくて困ってるっていうご相談いただくことがあるので、そういう人にはね、ぜひ参考にしてもらえたらなって思っています。ということで、最新のミオリン本についてのご紹介でした。この本はですね、全国の書店さん、それから Amazon や楽天などのネット書店で購入することができます。結構いろいろ置いていただいてると思うので、大学受験の勉強法の読み物のコーナーとかを探していただくと置いていただいてるんじゃないかなと思います。結構フォロワーさんからいただいたご質問で、中学生からって使えますか?みたいなご質問があったんですが、中学生からでももちろん使うことはできます。と想定してるのは高1からなので、高1からのやるべきこととかが書いてあるんです。中学生のうちに例えばこれを一通り軽く読んでおいて、イメージをつけておいて、でいざ高校生になった時にもう一度読んで、それを具体的に実践するっていうことができれば本当に最強だと思います。それがまあなんなら一番おすすめかもしれないです。ただですね、もう全然受験生になっちゃった人、高3とか浪人生っていう子でも全然使えます。どのタイミングからでも使えるように書いてありますので、大学受験をする可能性がある人については皆さん役に立てていただけると思います。で、最初にご説明したようにこんな感じの人には特に役立ててもらえるような内容になってますので、ぜひお役立ていただければ嬉しいです。で、逆にちょっとこういう人には役立たないかもっていうのを一応言っておくと、まずすでに勉強法を確立していて、もう余裕で志望校受かるだろうなっていう見通しが立っている人です。こういう人についてはもう全然こんなもん言わなくてもいけるぜみたいな感じかもしれないので、もしかしたら役に立たないかもしれないです。あとは逆にですね、大学受験についてまだ何も考えたり調べたりしたことがない人、もう大学受験完全ビギナーさんですね、に関
しては、この本はですね、基礎も基礎っていうわけではないので、軽く知識がある状態で読むっていうのがおすすめです。なので、もう右も左もわかりません、みたいな。だから大学受験とは何ですかみたいな状態の場合は、これよりも基礎的な内容の本を読む方がおすすめです。あともう一つはですね、今までにあんまり勉強したことがないよっていうパターンですね。そういうパターンの方にもちょっとおすすめできないかなと思います。一応勉強しようと頑張ったことがある人とか、すでに勉強頑張ってる人っていうのが前提ではあるので、もう勉強の経験が全然ありませんっていう方だと、ちょっともうワンステップ踏んでいただく必要があるかなと思うので、そんな感じで考えていただけると嬉しいです。ということで、大学合格を引き寄せる東大卒が教える逆転おうち勉強法ということで、ぜひ手に取っていただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。